はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。だいたい僕の動画をね、皆さんね、見てる人は気づいてるかと思われますが、僕の動画ってだいたいマリオ、そして積みゲー、もしくは新しいゲームで、その次にマリオ、マリオのゲームがね、1日おきでアップしてるんですよね。それ皆さんね、気づいてくれたかな。あ、これは下だな、オッケー。ちょっと待って、俺話してる途中だけど、あ、待って待ってくれ。よし、これはこれでいけるのか。ダメだ、いけない。一旦落ちよう、一旦スタートからやり直しよう。これはね、最大限にジャンプしてプロペラを回さなきゃ上に行けないぞ。で、こっからね、こうジャンプしてプロペラみたいな感じかな。ギリッギリ、よし。で、こっちでいいの？大丈夫？あー、嘘、騙された全然ダメじゃん、こっち。スタートからやり直そう。これ下から行くっぽいな。上なんか意味なさそうだから、下から行くんだきっと。まずこっちに行ってプロペラを取るでしょ。そしてプロペラを取って戻るんじゃないの。そして左に行くみたいな、多分そうだと思う。で、あー、プロペラ当たっていいのかな。待って、もう一回戻っていこうか。まさかクリボーに邪魔されるとは思わなかったけど、よし、このまんまプロペラを取って上に戻ります。ちょっと先を見てないから何とも言えないけど、マジでマリオお疲れ様でしたって書いてるけど、クリアするのかな。よし、オッケー。あははプロペラいらないの、マジかよ。下から行けばよかったんだ。ただ俺絶対プロペラいると思ったんだけど、ただの勘違いか。わ、4700切ったしまたやばい、4700を行ったり来たりしてる。やっぱ安定して4750ぐらいまで行きたいんですけど、なかなかそうはいかないね。難しい、みんな強いもん。どんなコースを作ったらいいですか、コメントへ GO。 コメントのやり方わかんないんだよね。どうやってコメントするんだろう。てか、これは目の前にゴールあるけど、キラーを踏んだもん勝ちかな。いや、でもキラーを踏んだやつを俺は踏む。あっ最悪だこのコース。やっぱあんな一瞬で負けておいてレート減るんだもんね。うわー、きついなーこれ。まあでも自分が一番レート上じゃなくてよかった。今ので一番上だったら結構減るもんね、レート。なんか最初の動画の時になんか言おうとしてたよね、忘れたな。マリオの動画を出すタイミングとかなんか結構喋ってた気がするんだけど、なんて言ってたか忘れたなまあいいか、思い出すでしょまたきっと。さて、なんか面白そうなステージだけど、あ、オートスクロールね。よし、それじゃあ俺はこのキノコを取っていくか。あ、待って、危ない死ぬから待って、ごめんよキノピコ、俺投げちゃったよ。よし、このまんま、よし、このまま走っていきます。危なこれ俺チャンスじゃない。あー、待って、危ない今。よし、でこのまんまジャンプして行きアップか。で、あはははボンミスだ。もうほんともったいない。もうなんでいつもこうなんだろう俺は。ごめんよキノピコ、さっきはね殺してしまって。よし、このままジャンプしていこう。よし、オッケー。ほんと落ち着いていきます。ちょっとね、集中していきます。私ピヨキングめっちゃ集中していきます。今更ですけど、ジャンプオッケー、ジャンプオッケー。そしてここもジャンプ。いや、いいや、ここ難しいんだよな。危ない。で、ここ走っていこう。オッケーよし、ちょっとマジで集中しすぎてあんまり喋ってないかもしれないけどここは集中しなきゃ多分クリアできないところだったから、見逃して。そう、思い出した、マリオの動画を出すタイミングだ。なんか途中まで行ってた気がするけど、僕ね、
マリオを出してその次に違うやつをアップしてその次にマリオってマリオメーカー2の動画をね交互に挟んでいくような感じで出してます。多分視聴者さんの皆さんはね気づいてるんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。気づいてた？うお、これは思いっきし幅跳び、いやジャンプで行こうかな。よし、それじゃあ走っていきますか。よし、オッケー。あはは、踏まれちゃったよ。あ、でもやった、踏まれたが勝ちみたいなめっちゃ運が良かった。今これは踏まれたのがね良かったんだ。よし、これで2連勝かな。久々に3連勝したいな。まあね、この S ランクの後半まで行くとなかなか簡単にはね勝たせてくれないから3連勝とかね難しいと思うんですよね。よし、 OK、 やった、俺が1番だ。さて、このまんま、なるほど、そこにも出るのか。これは弓で行く。あ、待って、危ない危ない。よし、倒そう倒そう、この子を倒そうぜ。あ、なるほど、それでいけるの。ピンクがダッシュするやつどうやって使うのわかんないんだけど、ブンブン空飛ぶ、ブンブン強そう。あ、待って待って、ちょっと待って、まずいまずいまずい。いや、いいでしょこれは。まだね倒すの一時時間かかると思うから。あ、右行ったな、空いてるぞ。そしてこのまま、よし。あ、これ靴俺欲しい欲しいけど、待ってくれ、ゴールでないことを祈ります。あ、待って、危ない危ない危ない。よし、リンク取っておこう。お、お、お、またまたまた、待って待って、俺にリンクを送れ、俺にリンクを送れ。リンクがなかったら絶対右のハンマーブロスにやられちゃうよね待って、あ、右空いてる最悪、ナイスタイミングのハンマーだな。まだゴールしないかな、みんな大丈夫かな。この靴履いていこう、この靴を履いていこう。オッケー、そして中間ポイント、一人だけなんか靴で来たぞみたいな。え、ゴールなのこの辺、大丈夫。あ、待って危ない、あ、待ってくれ、ゴールじゃないな全然、多分この辺。あー、なるほど、リンクマリオになってみんなでクッパを倒すんだ、めっちゃかっけえ。ここでもね、鍵を取られてもいいように俺はねこのドア付近でクッパを倒すことにしよう。これはね、クッパを倒したらきっとね鍵が出てくるんだ。誰誰誰、鍵取ったの誰。あ、待ってくれ、これゴールだきっと、待って待って、あははは、俺だけ取り残された、最悪。いいな、みんな仲良しにさ、みんなドア入ってってさ、俺だけドア入ってないもんね。いや、でも今のステージはほんとみんなでバトルっぽいステージだったよね。やっぱみんなでクッパを倒すリンクの姿ってねめっちゃかっこいいわ。みんなでバトルっていうか、そうだな、協力してる感じがめっちゃいいよね。まあ最後俺一人だけドア入れなかったけど。さて、これはアイテムをぜひ取っておきたいけど、まずかけて取らないでいくか。このまま上にジャンプ、オッケーで、このままジャンプ、一番だけど危ない、よし、オッケーって、なるほど、危ない、これは、あー、待ってくれ待ってくれ、よし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 、待ってくれ、よし、危ない、俺死んだかと思った。で、このまんま右に行きますか。なるほど、そういうことか。よし、このまま、嘘、こっちじゃダメなんだ、待ってくれルイージ、俺をあんまり踏まないでくれこっちかな。そして中間ポイント、おおお、待って、危ない危ない危ない、待ってくれ、俺も枯葉が欲しい。あ、そうなんだ、俺は踏めないんだ、踏めないけどなんか出たぞ、待ってくれ待ってくれルイージ、ゴールかうわ惜しい、俺も一緒のとこいたんだけどな。俺これゴール判定くれないかな、マイナス1とかになんないかな、マイナス8、結構減った。なんか始めた時と全然レートが増えないな。たまに出るよね、あの左の唐揚げ、そして緑の帽子多くない、流行ってんのかな。ちょっとね、この動画が終わる時緑の帽子やめようかなって思います。ちょっと緑の帽子多すぎだよね。さて、ここはまずねアイテムを
取っておきたいけど、あ、アイテムじゃないんだ。よし、それじゃあダッシュして右に行くか。このステージアイテム多分あんま出ないっぽいな。上って書いてるから上なんでしょきっと。よし、オッケー。でこのまんま右に行って、あー取られた。まあいいか、俺はアイテムなんか必要ないですよっていうところをね見せつけてやろうではありませんか。危ない、あー危ない、やばい、アイテム欲しい、アイテム欲しい。よし、でこのまんま、あー、なんで骨、中間ポイントないしさ。まあいいや、もうここまで来たら落ち着いていこう。いっそのこと取っていきましょう。もう一旦死んだらもうなんか遅れてもいいやって気持ちになるよね。これ右は何もないから上に上がっていこうか。中間ポイントあるのか。でこれはカロンをどんどん踏んでいけっていうコースかな。そしてこれはこっちじゃダメなのかな。あ、こっちはダメだ。これはなんだ。あ、カロンが出てくんの。危ない、ここは左から上がらなくちゃいけないのね。なるほど、よし、オッケー。でこのまま上がる。やばい、難しいなここ、めっちゃ難しい。よし、中間ポイント取ってアイテムを取っていこうか。あのルイージはアイテムがないからもしかしたら死ぬ確率が高い。こういうカロンがね骨を投げまくりのステージだったらルイージ死ぬかもしれないぞ。で上に上がる、上に上がる、オッケー。でもルイージ先に行ったっぽいな、なんか。よし、オッケー。でこのまま右に行こう。ジャンプ、多分ね後ろから追っかけてきてるっぽいから急がなくちゃいけない。多分ルイージ死んだんじゃないかな。でこのまま上に上がる。そしてこのまま、危ない、ちょ、よし。でこのま、あ、待って、いや今のはいいんです、今のわざとなんです私。よし、オッケー、ゴール。やっぱねこういうステージ、カロンが骨を投げまくるステージだったらアイテムは必須だよね。いくらマリオが上手いって言ってもカロンが骨を投げるタイミングっていうのは把握しにくいんじゃないかな。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。今日の目標は4750ぐらいいけたらなって思ったんだけど無理だったか。 S プラス小学4年って方いたよね。すごっ、小学生で俺なんかより全然レートが上なんだ。ドッスンが危険っていうことは分かりましたよ私。よし、ヨッシーはヨッシー取っていこうか。俺ヨッシー取っていこう。ヨッシー出ないな。ヨッシー出ないな。ヨッシーいる、絶対いる、ここヨッシーいる。え、なんでヨッシー出ないの、マジかよ。ヨッシーいるくない、ここ。なるほど、右の人たちがヨッシーに乗ってるからここヨッシーも出ないんだ、最悪。あ、出た出た、よし、オッケー。よし、でこのまま走っていきます。そしてこのまま走っていきます。で、オッケー。そしてこれに乗っていけばいいのかな。あ、危ない危ない危ない、最悪だ。おお、びっくりした。死ぬかと思った。で、これは上から行けってことかな。違うな違うな、まあいいや、よし、捨てていくかも。あ、最後にゴールされちゃったか。これで冷凍いくらまで落ちるんだろう。4716か。でも4716って始めた時いくつだったっけ、ちょっと覚えてないな始めた時。上がってる、どうなんだろう。まあいいか、多分そんなに変わってないと思います。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。それじゃあまたね。